ガガーリン広場を通るレーニンスキー大通り。レーニンスキー大通りは、ロシアモスクワ市内を南西方向へ向かう道路で、北西にあるレニングラーツキー大通りと並んで、モスクワの代表的な放射状に伸びる大通りである。レーニンスキー大通りは、ロシアモスクワ市内を南西方向へ向かう道路で、カルーシュスカヤ広場から、サドーボエ環状道路のガガーリン広場を通ってさらに、モスクワ環状道路まで、 その後は、キエフスカヤ通りとなり、ロシア連邦道路 M3E101 号線幹線道路でもあるのでガルーが、ブリャンスクを経て、ウクライナ国境まで続く。その先は、キエフを経て、オデッサまで行ける。モスクワ市内では、北西にあり、サンクトペテルブルク方面へ行く、レニングラーツキー大通りと並んで、モスクワの代表的な放射状に伸びる大通りである。 この道路は18世紀から建設されていて、カルーシュスカヤ広場から現在のガガーリン広場までがモスクワ市に編入されて、大カルーシュスカヤ道路と呼ばれるようになった。道路建設は1940年代まで継続されてカルーシュスカヤ道路ができて、その後はキエフまでの道路が続き、1957年に3つの道路を合わせてウラジーメルレーニンの名前を使う。 道路名とした。地下鉄駅としては、オクチャーブリスカヤ駅、レニンスキープロスペクト駅及び、トロパリュボ駅がある。ありがとうございます。